素敵なプレイヤーの方々が前演じられてきた大切なキャラクターだと思うんで、説得力はあるかわかんないですけど、ヒロさんすごいっすよ。マイナビニュースをご覧の皆様、こんにちは。南博之役の八木生です。本当に、まあ、僕よりも年上の世代の方々は本当に全員知ってましたね。すげえなと思いました。なんかやっぱ聞くたびに、おうおう、あれね、あれね、あれね、え、あれあれのっていう声しかなかったんで、作品がどれだけ愛されてるかとか広く知られてるかっていうのが、なんかやっぱ実際に自分の周りの人たちの話を聞くとよりこう感じたかな。はい、正直言うとプレッシャーはないんですけど、まあでもなんかこれって自分の性格的なものもあって、なんかそれは僕はいい意味で捉えてはいるんですけど、なんか気負いすぎることなく、やっぱこうあのプロデューサーの方も言ってくださってたんで、なんか本当に楽しんで今やらせていただいてますし、まあ、でもやっぱりこう本当に素敵なプレイヤーの方々が前演じられてきた大切なキャラクターだと思うんで、なんかプレッシャーというよりは責任感はもちろんありますね。うん、だから本当に南くんをしっかりと、南くんが生きた時間っていうのはしっかりこう僕の中に落とし込んで、ちゃんと絵としてその南くんが生きた時間をこう切り取ってもらえるようにしたいなっていう、なんか強い気持ちっていうのはあります。そうですね、大きい時もパーフェクト返しですよね。いや、そんな説得力はあるかわかんないですけど、まあでもまあなんだろう、言葉の説得力だったりとか、あと本当にこう、まあ、ちょっと臭いセリフだとしても、なんかそれをちゃんと言ってる、うん、なんか自分に酔ってない感じ、うん、が出せればいいなってっていうのは思ってましたね。まあ、でもなんかそれを意識しながら撮影したとか特にないんですけど、まあ、自分がやってて、自分がそういう人がいたら、やっぱこうなんだろう、ちょっと自分に酔ってる人だったらやっぱ分かるんで、自分に酔うじゃなくてちゃんと自分に自信があって、なおかつその周りの人たちをこう親身になって接することができるっていう人が、なんか僕的には本当にこの人パーフェクトだなって思うんで、そういう人をイメージしましたね。そうですね。まあでもやっぱ最近よくなんか強く思うのはヒロさんかな。ヒロさんすごいっすよ。憧れっていうか、マジめちゃくちゃリスペクトしてます。やっぱり。すごい個人的にめっちゃ深いなっていうか、なんかすごいいい言葉だなって思ったのがあって、なんかヒロさんってこう常に、まあ、初心を忘れずに謙虚な気持ちで感謝をしながらってずっとこう常々おっしゃってるんですけど、なんかそれもなんでかって、そのまあこれはスタッフさんから聞いたことなんですけど、なんか例えばアーティスト業とかでめちゃくちゃ頑張ってこれから先売れて、でも売れてもずっとずっと常に謙虚で人に感謝する気持ちを忘れないっていうこと自体がかっこいいことじゃないかって、かっこよくなっていくんじゃないか、でそれがこうなんだろう、憧れの対象、その謙虚でいることだったりとか、その人に感謝することを忘れないことがかっこいいことになったら、それを真似する人がどん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 後の人にも増えてくるから、だからそれって立派な社会貢献だよねっていう話を聞いた時があって、めちゃくちゃその通りだなと思って、
そしたらなんかこの世から悪いことってなくなるんじゃないかなって、なくなっていくんじゃないかなって本当シンプルに思いましたね。なんか演説聞いてる気分になりました。まあ、でも千代美ちゃん自身がやっぱこうお芝居してる時に実際に可愛いからシンプルにあ可愛いなと思うし、なんか一生懸命なところもなんか自分の気持ち本当はあるのにちょっと言い出せない、でもそれはやっぱ気使ってもそうだし恥ずかしい気持ちもそうだし、なんかそういう、ね、細かなその感情だったりとかそういったところにも可愛らしさはなんか感じるようにしてるわけではなくて、普通にそうシンプルに思うから、それをやっぱこう絵としてお芝居してる時も僕はそのまんまでいるし、うん、割とこうナチュラルにやってますね。いやーまあもうなんかいいんでね、すごいその最初の頃と比べたら距離の縮まり方が、うん、でもなんか逆に7個6、7個離れてるんで、そういう風にこうどん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 来てくれて、そのお話もそうですけど、まあお芝居の話もしたりとかしますし、なんかそういったところでどん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 僕からも話しかけるし、話しかけてくれるからこそすごい個人的には嬉しいし、なんか飯沼さんのこう人としての逆に器の大きさというか、もうどんなことにでもこう直接自分から行動を起こしていく、アクションを起こしていくっていうのはシンプルにすごいことだなと思いますよね。この15センチサイズになってから南くん自身の大きい時にはなかった感情だったりとか、それこそ本当に人間らしい部分ってすごくたくさん出てくると思うし、でも少しこうなんだろう、人間の嫌な部分だったりとかが見えた時でもやっぱり南くんは南くんなんで、また今後どうなっていくのか楽しみにしててほしいし、もしかしたらね、まあ、今後もねそのたくさん豪華なキャストの方々、ゲストの方々が出てくると思うんで、そこもすごい僕は注目してほしいですね。やっぱそれをきっかけに物語が展開していくとも言っても過言ではないと思います。見逃せないです。